セレッソ大阪に所属する U-20 日本代表 MF 西川淳フランス一部のリールに移籍する可能性が高、っているというフランスル・ジュースポーツが3日付で報じてい今シーズンの欧州サッカーはダゾーンでいつでもどでも簡単主張1ヶ月無料を試し実施中現在18歳西川は昨年の FIFAU-17 ワールドカップに U-17 に本来として出場し、3試合で2得点にアシストと活躍。U-20 ルドカップにも飛び級で出場した。欧州のラブも有望株として注目し、特にバルセローな獲得に動いているとも報じられていた。だが、ランスメディアによれば、同国の有力クラブ、あるリールが、西川の獲得に近づいていると、レている 遺跡金250万ユーロ、約3億1000万円で、具体的交渉が現在行われているとのことだ。西川は、リールに加わるかもしれない、合意に達する、能性は高そうだと、リール加入への見通しが得られている。加入後は、欧州でのプレー経験、積むため、ベルギー一部のムスクロンに連打される可能性もあるとのことだ。リールは今、の、 チャンピオンズリーグに出場し、リーグは、も4位で終えるなど、上位の常連クラブ。今季の、ルギー一部で10位だった、ムスクロンは、先月、リー、のオーナーが、経営権を取得し、リールの参加、ラブとして、多くの若手選手がレンタルされ、いる。